みかんさんハートありがとう。メールにさ、メールでちょっと今日夜メール長文のメール送ったんだけど、読んでくれたかな、あのメール。とりあえずなんか殴りが、なんか殴り書きというか、今日あった配信のことを見れなかった方のためにも、わかりやすくっていうか、もう私の言葉でこんなのが発表されて、こんな風に進んでいくよというか、発表の詳細みたいなの私の言葉で書いたんだけど、メール取ってくれてる方はお休みメールをね、読んでみてほしいです。ぜひ。ちょっと長いんですけど、いつものより。ごめんね、めっちゃ長いんだ。すごい、ちょっと長くなっちゃった、書いてたら。リア君ハートありがとう。みかんさんハートありがとう。デンジローさんファイトありがとう。まあでもそれについてもうちょっと詳しく配信で話そうかなと思います。シマさんハートありがとう。ゆうゆうゆうさん、ルーペありがとう。ありがとう、読んでくれて。こんばんは。あ、届いた、休みメール。よかった。コナンさんハートありがとう。まえちゃんハートありがとう。こんばんは。コウジさん、ルーペありがとう。ひでぴょんさん、ググ、ありがとう。ポロンさん、ルーペありがとう。中田さん、ルーペありがとう。コウジさん、ハート、ありがとう。ヤチリンさん、ルーペありがとう。コウジさん、リオさん、ハート、ありがとう。そう、長めのメールなんだけど。こんばんは、あっちゃん。ルーペありがとう。クギさん、ハートありがとう。あ、よし、さらに押していくよ。ありがとうね。ありがとう。ワンちゃんハートありがとう。マーキルファイトありがとう。コイさんかわいい。ありがとう。こんばんは。カギさん、ルーペありがとう。ミキャンさんハート、ありがとう。ノブイチさん、ルーペありがとう。ダースさんお疲れ、ありがとう。ね、まずね、今日7時から、ニューエブプロジェクトの方でね、配信が、YouTube 配信がありまして。そう。で、その中でまず発表されたのが、名前なんだったっけ、あれ覚えられないんだよな。なんて名前。ののんがさん、ハート、ありがとう。何音楽祭だったっけ、待ってよ。放課後音楽祭だ。放課後音楽祭っていう名前の、なんか、企画、新企画がスタートするっていうのがまず発表されたんです。されたんだけど、NWP の今さっきの配信で。まんまだった。放課後音楽祭だ。なんかその本当に企画の名前通りで、これもなんかね、毎月平日の夕方に、広島県のある場所で、ちょうど平日の夕方だから、お仕事帰りの方だったり、学校帰りの学生さんとか、普通に道端にを、その道を歩いてた年配の方とか、もうちっちゃいお子さんとかも、幅広く、年代幅広く、その場所を通ってくださった皆さん、まあでも、お仕事とか学校帰りの方かな、を中心に、なんかこう、2.5 期生ってさ、アクターズ出身でな、歌とかダンスとかが、やっぱり、歌、ダンスが、のスキルがある、スキルを持ってるっていうのが結構一つの強みでもあるというか特徴なのね。だから、その歌とダンス、今回は歌の方に、を、なんかフューチャーしてというか、歌をピックアップして、歌を、自分たち 2.5 期生の歌を活かして、その弾き語りを中心とした80年代とか90年代の曲を、その毎月平日の夕方に、そういう場所でなんかね、よくやってる野外のさ、ストリートミュージシャンみたいな、そういう感じのことを毎月やっていくっていう企画が発表されました。で、その弾き語りっていうのに、みんなピアノとかギターとか弾きながら踊ったり歌ったりするの?みたいな。歌ったりするの?って、なると思うんですが、今の現段階では、TSS の、TSS と、ハヤトの野望さんって YouTuber の方と、今回の STU48 が、まあタッグを組んでというか、で組まれた企画なんですけど、その TSS のアナウンサーの方が一緒に、その
毎回来てくださって、その方が横でギターを弾いてくださるのに自分たちが合わせて歌うって感じですですね。それがまあ中心かな。で、まあ今後自分たちが弾き語りをして歌ったりとか、それぞれ得意な、まあ、ウクレレとかギターとかピアノとかサックスとか、それぞれが得意な楽器もこう徐々に一緒に融合させながら、そういうストリートミュージシャンというか、そういう系の、そういう感じのステージを毎月作っていくっていう企画の発表でした。そう、企画の発表だったんですよ。で、それはでも今月から、早くって、その企画がスタートするのが今月の10月の23日の月曜日からもうねスタートするんですよ。だから本当にね、このお知らせがすごく急だったけん、広島に住んでる方以外の方は急にね、今月の23日来れないよって方も結構おられると思うので、でもその様子もその今日から開設された YouTube の方でね、いろいろなんか動画がね上がっていくらしいんですよ。そうだから、その場に行って見れないよって方も見れるようになっていくんじゃないかなと思うし、これから毎月やっていくので、今月来れなくっても11月からちょっと行ってみようかなとか、12月行ってみようかなって感じで来てくれたら嬉しいなと思います。たちまちね、キンキンのすぐすぐのお知らせだったから、10月23日は本当に行けそうだなって思ったら会いに来てほしいです。場所も、広島駅の、南口の地下の広場のところ、あ、そこかな、あの、ALLの南口の地下のところで多分、その、放課後音楽祭を行う予定になってますね。場所も出てたね、今さっき。なので、たちまち10月23日ぜひちょっとね、会いに行けそうだなって思ったら会いに来てほしいです。10月23日です。初指導の場所なので、日なので、会いに行けそうだなと思ったら会いに来てほしい。そうだね、そう、なんかね、動画がどんな風に上がっていくのか私もまだ本当にね、今日いろいろ詳細を聞いたので、あんまり詳しくはまだ分かんないから追ってなんだけど、動画がなんか自分たちが練習しとる動画、その音楽祭に向けて練習しとる動画だったり、練習しとる風景の動画だったり、その様子を生放送で中継もあったりするのかなとか、まあいろいろ、でもその音楽祭についての様子とかが上がっていくらしいですね。いや、この企画はねすごい、なんか 2.5 期だからこそできる、めっちゃいい企画だなと思ってて、やっぱり歌ダンスが結構なんだろうがのスキルというかが結構自信強みというか、4人が歌もダンスもこういけちゃうよってみたいな、そのそこが強みでもあるし、生のギターとかに合わせて昭和曲ね、しかも4人ともみんな昭和曲大好き人間なのでより80年代90年代の曲がメインになって、この音楽祭をこれからできるっていうのもまたちょっと楽しみですよね。うん、だし、そのあとね、なんかね、広島県内の、これはちょっと大学生の方との企画になっていくから、私もどんな風になっていくのかちょっとまだわからないんだけど、大学とタッグを組んで学生ライブ、学生バンドの人もそのステージに上がったりとか、そういう、まあ、自分たちだけじゃなくって、そういう学生さんとかともこう協力しながらみたいな、こうコミュニケーション取りながら広島県内の学生さんを中心に巻き込んでやっていく企画って感じですね。そうだから幅広く STU48 まだ知らないね方もたくさんの方がたくさんなので、この世界なので、まずは広島県から学生さんもお仕事通ってるサラリーマンの大人の方も年配の方もいろんな方をね巻き込んで
自分たちとか 2.5 期生も STU48 のこともたくさん広めていけるいい企画にしていきたいなって思いますね。なったらいいなとも思う。ありがとうってギフト読めてない。そう、広島県から出ての活動とかはないかな今。出てないですね。こんばんは。そう、大学と学生巻き込むのね、楽しそうだよね。で、それが一つと、その後に発表された方ですよ。ここはまあなんとなくなんかこう聞いてた部分でもあったので、まあここまではね、そうっていうか、まあ今回はまあこれの企画の紹介だと思っていました。私もみんなも全員。でもね、その後になんとね、その今日から開設されたニューウェブプロジェクトっていう名前の YouTube チャンネルがあるんですけど、それの登録者数が3月までに1万人達成できたら、なんと正規メンバーに昇格することが決まりました。なんとそうなんですよね。いや、もうサプライズだった。そう、なんかその今日その音楽祭のことにこととか、そういう新しい企画をの告知っていうのはこうなんとなくこう耳にはしてたんですけど、本当にもうこの昇格企画についてはもう何も知らなくって、もうびっくり大仰天って感じだし、一個も今日そういう発表があるとかも1ミリも何も考えてもなかっただけん、びっくりです。本当にびっくりした。全然。今登録したんだけど、ちょうど1000人で超えれた。すごい !1000 人目?ありがとう。ありがとう。あのね、NWP ニューアブプロジェクトっていう、あの、YouTube チャンネルが開設されて、それの、登録者数が1万人いったら昇格。こんばんは、ありがとう。マスケさん、ファイト、ありがとう。ヌジさん、ルーペ、ありがとう。嬉しい、たくさんの方が。そうなんですよ。皆さんのね、お力をそう、めちゃ貸して、なんかもう、いただくことに なったんですけど、1万人っていうのが、なかなかよくよく考えるとっていうか、もうなんかもう自分でもわかんない、1万人ってどんなって感じだしね。でもマネージャーさんとかと話しててもなかなか、まあ、厳しいっちゃ厳しい、簡単にはいかない、なかなかちょっと不可能、本当に本気でめちゃめちゃ頑張って拡散とか告知したり、いろんな動画アップしてったりしなきゃ、本当に厳しいし大変なので、1万人って。なので自分たちもできることを全力で尽くして、たくさん告知とか昇格とかいろんな企画もね、なんかショート動画とか、今ショート動画が結構なんか伸びてるじゃん YouTube。 だから最後提案もしたんだけど、ショート動画とかどうですかって、ショート動画の方とかやったり、いろんな YouTube 動画みんなでいろいろ企画して、スタッフさんとかとこんなのしたら楽しそうですねとかいろいろ話し合って、楽しい YouTube チャンネルにもしていきたいしね、私たちも拡散とか結構頑張るので、皆さんも一緒に拡散とこう登録としていただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。いや、まさか昇格目指して頑張ってたけど、この形で昇格の条件が出て、昇格ね、この形で昇格できるようになると思ってなかったから、みんなね、多分、まあ、自分たちもだし、
うん、ファンの方も結構いろんなね気持ちが複雑に入り乱れてると思うんですけど、いろいろあると思うんだけど、でもまあまあこの形でもね今日発表もされたしね、何がきっかけになってこう STU48 だったり自分たちがこう広まるきっかけになるって分かんないし、 YouTube っていう新しい、なんだろう、自分たちのさ姿、私の姿を見せれる媒体がさまたもう一個増えたわけだから、まあ、そういうのも含めポジティブにもう今からねいろんなことを言っててもね、まあどうにもならないのでね、ポジティブに気持ちを考えて、まあ、1万人目指してみんなで一緒に頑張っていけたらなと私は思ってます。うん、よろしくお願いします。だから一緒に宣伝だったり告知等といっぱい拡散してもらえると本当に嬉しいです。私もみんなで頑張ります。さのまるママさんハートありがとう。だからその3月までに1万人突破、まあ、できなかったら昇格は先延ばしになるっぽくって、3月以内に昇格できたらどうなるかっていうのは全然そういう詳しいところまではあんまり分からなくて、まあまずはとりあえずもう頑張りますとりあえず1000人ありがとうございます。 YouTube 登録者数ありがとうございます。まさかまさかですよ。ポルダーグリさん、ファイト、ありがとう。ありがとう、よろしくお願いします。ねえ、びっくりしたけど。まあでも、そうだね。でもまあ一番は、放課後音楽祭、今日発表された新企画が結構楽しみかなって感じです、自分的にも。ねえ、この前、まあちょっと知ってた、ちょっと、まあ、なんとも言えないんだけど、みんなにね、会う機会が、オープニングアクトがなくなっちゃったからちょっと減っちゃうねみたいな話もちょっとしたんだけど、今回の放課後音楽祭はもう本当に立ち止まって聞いてくださる方も本当ストリートライブ的な感じなので、前よりも本当にいろんな人が自分たちの音楽を見やすいし、自分たちのこと知ってもらいやすいし、今の私たちのファンの皆さんも、まあ、広島には来なきゃいけないんですけどね、平日の夕方だから移動したりしてくるのが大変だったり、遠い国住んでる方は大変だったりもするかもしれないけど、でも自分たちの音楽を聴ける機会みたいなのがね、聴きやすくも なるだろうし、なんかこう80年代90年代で今まではこうアイドルの曲 STU の曲しかまあ披露する機会がなかったけど、そうじゃなくてそういうアイドルの曲じゃない曲をいっぱいこう披露していく場所にもなるので、ファンの方もいろいろねにもめちゃめちゃ楽しんでもらえるいい企画なんじゃないかなとも思うし、新しいファンの方とか新しい方 ST48 知ってくださる方をたくさん獲得、おいでおいでってよいでおいでってするのもすごいいい時間に企画になるんじゃないかなってめちゃめちゃ思います。なので毎月あるから、まあいろいろホームページに詳細がこれからどんどんアップされていくと思うので、いろいろとね確認みんなでしながらたくさん会いにも来てほしいです。ケイさんファイトありがとう、頑張る。まえちゃんファイトありがとう。ソーダさんハートありがとう。確かに TikTok でも拡散できそう。プータさんファイトありがとう。確かに 2.5 期で YouTube チャンネルを持ってたっていうのも確かにね、ポジティブにっていう意味でもあるので、ミニライブとかいろいろ企画盛りだくさんみたい、楽しみにしてるよ。うん、そうなんよ、楽しみにしてて、だからいろいろと私もいっぱい動画の部分でも楽しんでもらえるようにちょっと頑張って考える、いろいろ。キー星人さん、初見さんありがとう。リモさんファイトありがとう。ひなたさんファイトありがとう。
シミコーさんファイト、ありがとう。プータさんハート、ありがとう。リックンファイト、ありがとう。アズミン供給源ができるのも嬉しい、嬉しいありがとうね。3月までに頑張ろう、みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします。キサシさん、初見さん、こんばんは、ありがとう。今山吉さん、ルーペ、ありがとう。みやこーちゃん、お疲れ、ありがとう。ありがとうね。ライジングさん、ハート、ありがとう。席も1万人突破目指すしか。いや、誰かな受け取ってくれる人、確かに。そうだね。いや、あずみんのファン1万人。いや、絶対無理か。そんな簡単。あずみんのファンも増やしていきたいですね。この新企画とか、YouTube の1万人突破するにあたって。あずみんのファンもいっぱい増やしたいですね。だそうなんよ。80年代、90年代の曲って 2.5 期にバッチリよね。いや、そうなんよね。いや、そうなんですよ。え、もうなんか私たちが昭和の曲好きなこと、スタッフさんてか TSS さん知ってたんかなと思うぐらい。でも、なんかね、この企画を思いついたというか、あ、こんなのしてみたらいいんじゃないと思ったのも、歌唱力で私たちが結構昭和ソングをね、歌ってるのを聞いて、なんか、あ、いいじゃんみたいな感じで思ってくださったっていうのもなんかちょこちょこっと聞いたので、歌唱力の、私のあの選、私たちのあの選曲が関係してるのもありそうです。ねえ、TY さんハート、ありがとう。ね、新しいファン獲得のチャンス。いや、本当にね、うん。いっぱい増やしたい。ゆうきさん、花束、ありがとう。こんばんは。放課後音楽祭、音楽祭 YouTube 乗るんかね。そこなんよね。どうなんじゃろう。どこまで乗るんかわからんのんじゃけど。どこまで乗るんかな、ちょっとわからん。でも、わからんよ。わからんけど。ほんとかわからん。もしかせんかったら本当に申し訳ないんだけど。なんか生配信するって聞いたような気もするんよね。様子を。それか、映像として残しとって、放課後音楽祭の様子、映像として残して、編集したのを後日アップするみたいな形にも なったりするんかな。生配信か。わかんないです。ちょっと。正確な情報じゃないんだけど。なんかそんな感じだって、スタッフさん出してたような気がするんだけど、まだでも、わかんない。どうなるかな。でも、放課後音楽祭のことについての動画はたくさんアップされると思う。YouTube の方で。そう。YouTube の方でたくさん見れる。りょうさんかわいい。ありがとう。りんくん。なるほど。ありがとう。りょうさんファイト。ありがとう。大学と接点持つってどんな企画だろう。いや、そうなんよね。どうなんじゃろうか。どうなんかね。そこよね。気になるよね。それもね。楽しみです。大学。自分的には、同学年の人たちなので、ねえ、どんな風になっていくんだろう。時間もまだ全然決まってないかな。私もわかんない。確かに。でも、毎月恒例企画みたいになっていくかな。毎月の企画。くばねパパさん、ルーペありがとう。リバプールさん、ルーペありがとう。かげさん、ファイト。ありがとう。じゅんさん、バラ、ありがとう。時をかける少女歌いたい。歌いたい。え、多分、歌うよい。わかんない。歌うんじゃない?いつか。歌うんじゃない?わかんないけど、楽しみにしてて。でも嬉しいです。私。そういう80年代、90年代の曲を歌えるイベントが新しくできたっていうのは個人的にはすごく嬉しい。こんばんは。残ると思うんだよね、YouTube の方に。音楽祭の様子。りゅうやくん、ルーテありがとう。しやさんハート、ありがとう。いもやむきちさんハート、ありがとう。YouTube 登録ありがとう。ありがとうございます。弾き語りはね、自分たちは、主に弾き語りをしていくってわけじゃなくって、ギターを弾いてくださる方がいて、女性の方がいて、それに合わせて歌うっていうのが、まずはメインになっていく感じですね。放課後音楽祭の弾き語りっていう部分も。
島八五二さんハートありがとう。ティガさん、ルペありがとう。文化祭コラボ、文化祭ライブね、文化祭コラボとかあるかな、学祭に。ありがとう、頑張れてポストしといた。ありがとう、嬉しい。こんばんは。オリビアもね、歌いたいね。もりもりさん、怪盗猫ありがとう。更新頻度も大事よね。いや、そうなんよね、更新頻度も大事。サックスもね、練習したりして吹きたいなと思ってます。吹けたらいいな、学園、あの音楽祭の、放課後音楽祭の中で。それもね、そうなんよね、毎週何曜日には動画投稿みたいな感じでさ、 YouTube の方なんだけど、1万人登録者数3月までにって思ったらね、そんぐらいのペースでいろいろやってかなきゃ厳しいところあるよね。それも話になった、めっちゃねえ、いろいろとなんか大変になりそうです。そっちの動画の方とかも、私音楽祭の練習だったり、僕隊もあるのでね、僕隊も始まるから僕隊のレッスンもやったりで、結構忙しくなりそう2.5 期の毎日がですが、頑張ります、頑張ります。忙しくなりそうな予感です。確かに生配信もしたいね、 YouTube で。え、待って、そうだ、チェキもあと30分。はい、え、そう、お知らせしなきゃいけないこといっぱいあるんだよね。そう、こっちの話も大事だけど、そうだ、チェキもあと30分でオンラインチェキ会のサイン締め切りですよ。もうみんな申し込んでくれたかな。3着着るから、だから最大3枚ゲットできて、お一人最大3枚ゲットできて、3枚ゲットしてくださった方は全部あの着てる洋服が違うアズミンのチェキがゲットできます着せ替えアズミンコンプリートできちゃうので、よかったら着せ替えアズミンもコンプリートしてみてください。待ってます。私一人一人にこう違うメッセージをというか、とりあえず一人の方に向けた特別なメッセージを全員分書くので、だから本当にあなたに向けたあなただけのチェキを届けます。世界に1枚だから受け取ってほしいです。あと29分だ、あと29分です、締め切りまで待ってるね。チェキも待ってます。イデさん、バラありがとう。ママルさん、バラありがとう。で、デンチエムさん、ハートありがとう。イモヤムキチさん、ハートありがとう。ねえ、確かに YouTube で生配信もしたいよね。みわこうちゃん、レインボースターありがとう。あ、登録ありがとう、嬉しい。ねえ、定期的に動画あげたいよね、歌ダンス。なんかさ、ダンス動画とかあげれるのかな、言ってみよっか、提案してみよっかな。 2.5 期のダンス動画あるじゃん、よくさ、ダンスのさ、ダンスだけを撮ってる動画、出るかなそういうのとかもね、できたらいいよね。せっかく 2.5 期の YouTube チャンネルでもあるから。だしショート動画、自分ショート動画結構いいんじゃないかなと思うんだよね。簡単だし、ショートって短い時間でパッて撮れるしさ、見やすいじゃん、ショートって。普通の動画よりもショート動画とかいろいろできたらいいなとも思うし、歌もさ、あの一個憧れるのが、なんかファーストテイクみたいなファーストテイクみたいなやつやってみたくない？ 2.5 期生バージョンのファーストテイクみたいなやつああいうのできんのかな、ちょ行ってみようかな提案してみるべきだよね、いろいろと。私もいろいろ企画、こういうの考えるの嫌いではない、好きな方なので、いろいろ考えながら、みんなもなんか見たい、こんなのやってみてほしいみたいなのあったらやってほしいですね。いろいろ楽しい YouTube チャンネルにしていきたいね。1万人登録してもらえるような。体調崩さないね、心配を、ありがとう、頑張るもう頑張ります、ありがとうね、嬉しい。ニックネームも OK、 ニックネーム OK ですか。イデさん、だるまさんありがとう。あ、チェキ滑り込みで大丈夫だよ、ありがとう。
嬉しい、ありがとう持ち込んでくれて。 2.5 期とエリザベート音大のオケのコラボとか見てみたいな。いや贅沢すぎんそれはなかなか贅沢よ。マーケルだるまさんありがとう。お知らせ大渋滞、粘るのなんだかドキドキ大丈夫、確かにドキドキ、もう絶対鍵閉め、絶対絶対鍵閉めして、じゃあもう大丈夫、あのネットワーク環境整ってる、ちゃんと確認大事だよ、ネットワーク環境の確認よくやるから。私もメールとかギリギリになっちゃって急げーって送ったらネットワーク環境がズタボロで、その場所が全然送れないっていう、送れなくて10時になっちゃって、うわーってなってギリギリで送るみたいなこと何回かやったことあります。ギリギリ目指してる方はネットワーク環境あの確認、いいネットワーク環境でやってね。中田さんハートありがとう、ありがとう、生写真もありがとう、嬉しいね。ダンス動画ね、できるのかな、聞いてみよっか、聞いてみね、踊ってみたね、ショートいいよね、ショート。確かに音が、でも STU の曲とかでもなんかねやりたいよね、ダンスパフォーマンス。そう、勝手にファーストテイクやりたい勝手にファーストテイクやりたい。冬淵さんハートありがとう。もりもりさんバラありがとう。浩二さんルーペありがとう。いろいろね声上げていこう。え、前髪切ったの？そうなんよ、ちょっと断髪式できんかったんだけど、急遽切らなきゃいけない用語できて、昨日の夜切ったんですよね、よく気づいたね。ありがとう、チェキ申し込んでくれて。チェックタックさんハートありがとう。今井向吉さんハートありがとう。オキチャンネルとコラボしてみて、え、したいやりたい、オキさんとコラボやりたい。まいちゃんハートありがとう。あ、チェキありがとう、嬉しいありがとう、ありがとうございます。コイさん結婚してありがとうありがとうございます。ねえ、確かに4人で歌いたいね、歌ったりいろいろやりたいね。ありがとう、チャンネル登録お願いします、チェキもお願いします。あと24分後、あと24分です。ありがとう。あ、チェキお守りするのでよろしく。嬉しい。じゃあそういう感じのメッセージ書こうかな、チェキお守り系。ありがとうね。24分、売り切れたりはしないと思うよ多分。うん、売り切れずに買えそうな気もする、多分チェキ。佐野丸ママさんバラありがとう。カウントダウン配信じゃあギリギリにあれしようかな、58分ぐらいにじゃあ配信切れるぐらいにするわあとチェキ締め切りの1分前に配信やめよう、カウントダウンカウントダウン。ギリギリギリ攻め。あ、1110名嬉しい。ジクジクと。でもね、先輩方も告知してくださった、あの、一緒になんか、あれなんですよ、リツイート、引用リツイートしてくださって、もう優しい。優しい、本当に。先輩方、今回の、今日の企画が発表されてさ、登録者数のやつ。え、そう、もう優しすぎて、本当にもう、あー、先輩ってなんだある。もう優しさに本当に涙出そう。もう優しすぎて、先輩方が。あったかい。もう優しすぎる。うん。ほんまに優しい。え、そう、おきさん、え、ももちゃんさんもおきさんも、そう。
優しすぎてありがたいです。え、ソウルマイシンとかも NWP の YouTube 終わってからするとか先輩、本当に？え、ありがたい。もう優しい、本当に先輩方の優しさが本当に、私もね先輩みたいな優しい先輩でいたいと、本当に優しい先輩ばっかりなので思います。あ、こんな先輩になりたいなと思う先輩見てたら、こんばんは、本当に優しい。こんばんは。温かいグループ、いや本当にそうなんですよね。温かい。あ、そうだ、一個。明日ね、明日、タワーのお礼します。明日、タワーのお礼をします。何時からしよっかな。夜9時半からしよっかな。9時半からタワーのお礼をします。明日。え、そう、隼人さんもそう。ポストしてくださって、リツイートもしてくださってた、私のポストに。え、リツイートって合ってるの今。ポストになって。ポスイート何なんだろう、リツイートって言うのかな今の X になってから。ポスイート、あ、リポストか。リポストって言うんだ。リポスト。引用リポストとか。リポストね。ポストってよ、そう、リポストしてくださってた、ありがたい。頑張ります。そう、ハヤトの野望さんもオーディションの時にお世話になってつながりができて、本当に久しぶりに今日も配信越しなんですけどお会いできて、今回のこの企画にもずっと絡んでというか一緒になって音楽祭とかもできるので嬉しいですね。ハヤトの野望さん、スイートポテト、スイーツポテト、確かにみたいだね。まだ慣れない、 X とポストになれないです、まだ。ついツイッターって言っちゃう、ツイートとか、いろいろイベントや企画も出れてるし、2.5期生前から期待されてる、おかしだと思うよ、頑張ろう。え、ありがとう、そう思って頑張るありがとうございますね。そうなんだよね、頑張る。確かにいろいろさせてもらってるから、でもなんか自信なくなっちゃう自信なくなっちゃうんですよね、すごく。うん、自信もなくなっちゃうし、ってなっちゃうけど、頑張ります、頑張る。ありがとう、そう言ってくれて。こんばんは。え、そうあ、そうそうなんよね、ハヤトさん私の田植え動画見てくれてたらしい、嬉しい。こんばんは、悲劇のヒーローさん、ハートありがとう。聴覚できるチャンスをいただけたと思えばいいな。そうだね、そうですね、確かに。まあ前向きに捉えなきゃね。もう進んでいってるので進んでいっているので、前向きにその道を走っていかなきゃ。にますけさん、ファイト、ありがとう、ありがとう、ありがとう、応援してるよみんな、嬉しい。胸張って前向いてこう、ありがとうありがとう、頑張る、頑張ろうね一緒に。え、眼科ね、あ、いけてないよ、明日行こうかなと思った、明日休みなんですよね、明日休みだから明日行こうかなって思う。でも今日マネージャーさんに、なんか、眼科行ったって言われて、まあ、行けてないんですよって言ったら、
目の目薬を、はいこれ目薬前から言ってたやつあげるよって言ってめっちゃかっこよく渡された女のマネージャーさんにそう、前から目が痛いとかって言って、そのマネージャーさんに目薬をね、もらってたんですよ。目薬ありますかって言ってもらってて、そしたら今日これ前から言ってた目薬ってあげるからって、はいって言ってさりげなくプレゼントしてもらった目薬あれ優しい、本当に優しいしかっこよかった、すごい渡し方が嬉しい。でも眼科行ってくる明日、ちょっとあ見て意外とネガな感じ、めっちゃネガティブなっちゃうから、ネガティブなっちゃうけど、ネガティブは嫌なので頑張ってポジティブに変換してます。変換して生きてるでもすごい本当にやばい時はめっちゃネガティブになっちゃう、私やばい時はめっちゃネガティブになって、一人の時間が続いて考える時間が増えたりして、本当にやばい時はめっちゃネガティブになっちゃうから、みんな大変な時は助けてくださいそうなんですよね、実は結構。でもそれが嫌なのでポジティブに変換して生きてる、いつも。りょっちゃんハートありがとう。確かに昇格基準が曖昧だったから、確かにそう思う。行ける時に言っとく、ありがとう。そう、明日行く。スケモンさんバラありがとう。いや、ヤクルト1000の人とは全然違う人ヤクルト1000はまた別のマネージャーさんです。ミョウコーチありがとう。探偵探偵クマちゃん嬉しい、ありがとう、ありがとうありがとうございます、嬉しい。探偵クマちゃんありがとう、面探偵。明日のお礼待っててね。明日9時半から今までもらってたタワーのお礼をします。お返しできてなかった分タワーのお礼します。ありがとう、お力になるね、嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。ヤクアリさん、初めの時期申し込んで、嬉しい。こういうの全然見たけどめちゃくちゃ可愛いな、嬉しいありがとう、わ、いっぱいメッセージ書いちゃおうありがとう、嬉しすぎる。ひりあずみさんバラありがとう。だるまさんもありがとう。ならにさん結婚してありがとう。けいさんハートありがとう、ありがとうございますって感じかな、話したいことはって感じですね。ぐらいかな、話したかったこと。まあでも今日の企画の話もできたし、あ、チェキ会は59分までですあと11分後、11分まで待ってるね、チェキ会。島852さんルペありがとうかな。本当に楽しみ、放課後音楽祭どんな感じかな今月末。いやー本当に急なお話ですよね。まさか今月末からと思う。いや、はじめさん、チキンバーガーさん、ルーペありがとう、ありがとう。あ、チェキはどんなの撮る予定、ご飯一緒に食べようみたいな話。あ、ポーズ決めるって言ってたね。
ーズ決め決め配信もしようと思ってたんだった。え、そんなのもだし、結構萌え的なのもどこ見てんのよ系も撮ろうかなって思ってる日常使いできそうなポーズもいっぱい撮ろうかな。またポーズリクエスト配信しよう。あずみん雑とかに合いそう。え、嬉しい、本当。え、歌ったことない。でもサックス吹きたいよね。でもね、サックス吹けたらいいな。練習してサックス吹きたいです、音楽祭で。うん、あざといの多めが嬉しいのかな、みんな。あざといの今日さ、え、でもそういう場所ってファンじゃない一般人力。え、そうなんよね、そうなんよ。ファンじゃない方の方がきっと多い場所になるから。でもその分さ、なんか度胸がつきそう度胸がつきそう、めっちゃわかる。なんか度胸がつきそうです。その分一般の方多めの舞台に立つってことで、トーク力もそうだし、だってファン今まではさ、ファンの方が来てくださって、ファンの方の前にでやるって感じだけど、こんにちはって言っても誰誰ってなって止まってくれない方もいっぱいいたり、そのまま歩いていく方もこっちを見ない方もいっぱいいるわけじゃん。その中でもこっちを見てくださって立ち止まってくださったりする方もきっと いてくださったらいいなきっといてくださったらいいなって感じで、だからそんな中でステージしていくのでね、メンタル面でもだし度胸もだしね、つきそうです。だからね、歌唱力みたいなのも伸ばしていきたいし、その中でもトーク力みたいなのも磨いていけたらなって思う。すごい、だから難しそうだけど楽しみですね。確かに名刺配りみたいな感覚かな。りょうじさん、ルーペありがとう。こいさん、かわいいありがとう。え、自己紹介動画めっちゃ嫌だったやだ、1年半前のあずみん恥ずかしすぎた。自己紹介動画、いただきあずみんポーズがいいんじゃない。何それいただきあずみん、あ、うまみんのポーズも撮ろううまみんポーズ、ご飯の時に置いてねっていううまみんポーズ。ね、頑張ります。しんしんしんのすけさん、ハートありがとう。2年前のあずみん、いや本当恥ずかしかった、あの動画見たくないです見たくないですよ。恥ずかしかった。ね、ファン獲得していきたい。よし、じゃあ壇上読もうかな、壇上読もうかな。13位、ゆうゆうゆうさん、ありがとう。12位、いもやむきちさん、ありがとう。11位、にもすけさん、ありがとう。10位、りおさん、ありがとう。9位、まえちゃん、ありがとう。8位、こうじさん、ありがとう。7位、かぎ37さん、ありがとう。6位、しみこうさん、ありがとう。5位、ぬしーさん、ありがとう。4位、かいとさん、ありがとう。3位、こいさん、ありがとう。2位、もりもりさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルル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 ル、バン、みゃおこうちゃん、ありがとうありがとうございます。ありがとう。チェキの応募あと8分後です。8分で終わっちゃう、チェキ会待ってるね。チェキよろしくお願いします。世界で1枚のあなただけの、あなただけの、あなたに向けたあなただけのチェキを受け取ってください受け取ってね。やばい、ページがなくなっちゃった。買わなきゃいけない、あ、ないや、待って、わ、ごめんなさい、今日のランキング書けない。なんかあるかな、紙。でっかいのに書こう。10月5日、
こんばん、こんばんは、じゃない、間違えた。ありがとう。ありがとうございました。チェキ待ってるね。ありがとう。あと、8分後じゃない。間違えた。7分 ?6 分後か。あと6分後。6分後です。チェキ会締め切りまであと6分後です。待ってるね、チェキ会。ありがとう。明日は、7時半からしようかな、配信、朝配信。7時半からやります。ありがとうございました。ありがとう、やこちゃん、たまありがとう。明日は夜の9時半からたまのお礼なので待ってまーす。ありがとうね。じゃあねねあずみんで終わります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。